皆さんこんにちは。お久しぶりですね。今回は私、佐藤ささらがナビゲーターを務めます。よろしくお願いします。皆さんは大和イワナをご存知でしょうか？大和イワナは、中部地方の太平洋側山岳地帯の河川に生息しています。白い斑点が目立たず、側面に小さな黄色の斑点があるのが特徴です。現在では、飼育しやすい日本イワナの放流が行われた影響で交雑がされ、原種は貴重となっています。今回は南アルプスの山岳地帯で、美しい大和イワナを釣ることが目標です。大和イワナは、現在では貴重なため、種の存続のためにもリリースを心がけましょう。綺麗な川だね。いよいよ釣り開始です。当たりましたね。ちっちゃいかな、魚が。当たってる、当たってる。当たってるけどな。釣れた。よいしょ。小さいな、やっぱり。よいしょ。ああ。イワナだ。よし。おお。イワナです。小さいですね。この辺りのイワナも日本イワナと混じっている感じだね。同じようなイワナがコツコツと釣れます。この後さらに電流部へ。ダメだな、針掛かり悪いな。餌がでかすぎるか。
よいしょ。よいしょ。おー、綺麗。すごい綺麗ですね。これが大和岩名か。多分そうでしょうね。このオレンジ色の点々に目がでかいんでね、まさに大和岩名って感じです。すごい綺麗。サイズはそんなにないですけれどね。いやー綺麗ですね。ここから先は大和岩名の生息圏かな。美しい大和岩名ですね。まあこの辺は交流の影響で混ざってるのかもしれないですけどね。でも結構ね、大和っぽい感じがしますね。なんかすごい綺麗。サイズはね全然小さいですけれど。もうさよなら。いやーちょっと連れてきましたかね、今後期待ですね。崩れてこういうところが結構怖いですからね。さっさと安全なところにもう釣りをしている場合じゃないですね。こういうところがあったらもう釣りはしないで。危ないんでね、落石。さっさと安全なところまで登っちゃった方がいいですね。命あってのものなんで。いや、ここまで来ちゃえば大丈夫だな。ああすごいな。みんなざれちゃって上まである。お疲れ。
おお。よし。入った。綺麗だな。はい。すごい綺麗。おー、でかいでかい。今回はこれにて農館、美しい大和イワナを見ることができて満足したみたい。お疲れ様でした。次の日は、あの方と本宮釣りの予定。いろいろハプニングがあったみたい。大物狙いで頑張ったみたいだよ。次回もよろしくお願いします。